グスタフ・フォン・ホルシュタイン・ゴットルプは、スウェーデン王グスタフ四世やドルフと王妃フレドリカの長男。スウェーデン王大使だったが、父王と共に敗された。国王の長男として生まれたため、すぐに王大使に建てられた。1809年、10歳の年に、父王はクーデターで敗位され、一家はヨーロッパ各国を放浪する亡命生活を余儀なくされた。父王の支持者は、 グスタフ王子の王大使としての地位を認めさせようとしたが成功しなかった。その間に、不王に代わって王位についた王王子カール13世が死死なくして1818 18年に没しホルシュタインゴットルプ家最後のスウェーデン王となった。王位を継承したのはフランス元帥、ポンテコルボコージャンバティストベルナドット改めカール14世、ヨハンである。グスタフは、 その後、オーストリア軍の将校となり、1829年に皇帝フランツ一世からバーサコの称号を授けられた。1836年には陸軍少将,将となった。1828年にオランダ王ウィレム一世の王女マリアンネとの縁談が持ち上がったが、カール14世、ヨハンの反対もあって破談に終わった。2年後の1830年に、 バーデン大公カールの娘で10枚に当たるルイーゼ大公女と結婚した。1832年に男子が生まれたが誕生後間もなく死亡した。翌1833年に生まれた娘カロラはザクセン王アルベルトと結婚したが子は生まれなかった。グスタフは1877年にピルニッツで死去したが、1884年に遺体がストックホルムへ運ばれ、 不幸のそばに埋葬された。ありがとうございます。